中日の砂田義樹投手、29、が今季限りで現役を引退することが18日、分かった。名誉大高から、13年の育成ドラフト1位で DNA に入団。15年6月に支配下登録されると、同7月8日の広島戦、三吉、でプロ初勝利。19歳11ヶ月でのプロ初勝利は育成出身で史上最年少だった。 16年には開幕ローテ入りするも、先発として結果を残せず、中継ぎに転向。18年には、リーグ3位となる70試合に登板し、ブルペンを支えた。だが、22年には若手の台頭などもあり、登板機会が減少。同年オフに京田とのトレードで中日に移籍した。選手名官、砂田良樹のプロフィル、通算成績、年俸。 移籍後も貴重な中継ぎ左腕として活躍したが、今季の一軍出場はなく、二軍戦27試合に登板して一勝、防御率に70だった。すでに球団には引退の意思を伝えており、チームメイトへの挨拶も済ませている。移籍時には、新規一点、もう一度やり直すチャンス、と話していた左腕だったが、11年間の現役生活に幕を下ろす決断をした。 砂田武志砂田、吉木、1995年7月20日、札幌市生まれ。29歳、秋田、青から13年育成ドラフト1位で DNA に入団。15年に支配下登録され、17年に62試合、18年に70試合に登板。22年11月に中日に移籍した。プロ通算287試合登板で9勝14敗。 73ホールド、防御率3、71、180センチ、80キロ、左投げ左打ち、今期年俸3800万円、推定。